やろうと思います。今日はクリスマスイブですね。皆さんは楽しんでますか？私は今日一日ずっと家にいました。チキン買いに行こうかなとも思っていたんですが、やめました。とことん引きこもってます引きこもって YouTube の編集を頑張りました。これでいいんだろうかと思いながらも提出して、マネージャーさんから OK がいただけたので、今日ねちょっと遅くなりましたけど更新しました。お、ぜひ YouTube 見てください。悩みに悩んで編集しました。チキン食べてない、クリぼっち、相変わらずクリぼっち。しかも今日さ、お仕事休みだったわけですよみんなが YNN 頑張ってる中、私休み干されました。なので、あの本当にクリぼっち、誰一人会ってない。ご近所さんにももちろん会ってないし、てか今日初めて人と喋った、やばい。今日会話は初会話、やばい。明日はねあの劇場でクリスマスパーティーというのにね出演させていただけるということで、クリぼっち回避なんとか。今日はもう正真正銘のクリぼっちだね。初発生です。ほんとびっくりしちゃうけど。そう、お、トトエモンさんプレゼントありがとうございます。アデビルさんもプレゼントありがとうございます。ミイキさんがシオの子飲めなんでな何に対して。明日劇場で会えるの楽しみ、嬉しい、そう言ってくれて。しょも楽しみ。マスオさんプレゼントありがとうございます。クリぼっちの極み、そうだよ、あのクリぼっちオブクリぼっちチャンピオン大会とかあったら、今日はこの大阪府ほにゃらら区ほにゃららほにゃらら代表って感じミイキさんに聞いてて、いや何褒めてくださったんですかって、私から聞かんよ、嫌よ、なんか嫌よ。お、ウィルソンさんプレゼントありがとうございます。サトシーさんハートありがとうございますクリぼっち極めしものだから、よろしくお願いします。あのクラブ塩ハミいっぱい、昨日やっとメンバーとかスタッフさんとかと会えて、それまであの会う機会がなさすぎて、機会との相性が合わずうまく進めれなかったものもあり、昨日いろいろ対応していただき、メンバーいたから使いこなせてるメンバーにいろいろ聞いて、ちょっとね使い勝手が分かってきたので、昨日今日でこの何日間出遅れた分を取り戻そうかとしてんじゃないかぐらい一生懸命更新しました。よかったら見てみてください。いろいろ私もね試行錯誤してる感じで、どんなことを見てもらえたら楽しんでもらえるんだろうかとか、結構ね一生懸命考えてはいるんですけど、なかなかね、その配信もねそのクラブ塩ハミの方であるん
できるんですけど、それもね廃止したいんですけど、まだちょっと今日はできひんな。12時までだから多分そのルールもこっちも一緒やから、まあちょっとずつですねやっていけたらと思います。なので皆さん、アプリ配信の方、アプリが必要なのかしら、それをぜひ見ていただけたらと思います。声出し解禁してほしいね。わかるよ、わかる。シオンが復帰する頃には声出し公演になったら嬉しいなって思うよ、とっても。お腹すいた。晩ご飯も食べてないです私。お昼にいっぱい食べてパソコンと向き合いすぎました。今日はちょっとクリスマスイブだから、せめてもの皆さんへの楽しみになるかはわからないけど、プレゼントと言ったらなんですけど、 YouTube 投稿するのが私にできるエンタメなのかなとか思って、今日は頑張った。ずっと悩んでたけども、頑張った。だから見てください。本別ファンサイトみたいなモバメット内容かぶらん、いや、その差別化をね、いろいろ私の中でも考えてますが、難しいですね。まあどっちかというと私のモバメって結構なんかその日その日のことが多いかなと思うんですけど、よりその日その日のなんだろう、仲いい友達にこう不意にこう今日こういうことあったよみたいな LINE とかさ、みんなするかどうか分からない、私もあんましないんだけどしないんかいって話なんだけど、なんかするような感じのメールが送れたらいいなとは思ってたりとかかな、あとね私あんまりツイッターインスタとかに自撮りあんま載せてないんですよ。たまーに載せるけど、基本誰かに撮ってもらった写真が多いかなって思うんですけど、その自撮りはモバメとかこうファンクラブ塩ハミとかそういう会員の方にちょっとでも見てもらえるようにしたいですね。割とだから自撮り好きな人はおぬぬめまああんまりそういうの上手じゃないかもしれないけど、頑張ってこういろいろ差別化できるように頑張ります。うん、もうちょっとでクリスマス、あと5分でクリスマス、みんなのとこにサンタさん来たらいいね。私は来ない、多分来ない。あ、でも今日午前中来たわ。あ、午前中シオン喋った、宅配便来たわ。そういえばあったかいねタイツ買いました三足宅配便のお兄さんにサインお願いしますって、はいお願いしますっ
って言ったわ。発生してました。嘘でした。初しゃべりじゃなかったこの配信。兄さんに、はいお願いしますって言ってたわ。まあでもちゃんと喋ってないもんね。おそおそおそって感じで言ってるから。だから今が初喋りってことにしとこうかな。チキン食べたくなってきた。めっちゃお腹すいたわ。さすがにご飯食べないで寝るの厳しいかもしれないけど、今からチキン買いに行きたくもないし、外を出たくないもん。アデビルさんプレゼントありがとうございます。かわちゃん、これ何、この金なんかわかんないのとハートありがとうございます。たくさん。カンナンさんプレゼントクマありがとうございます。和弘さん結婚してありがとうございます。塩村さんもプレゼントありがとうございます。ウーバーね、いけんだよ多分。いけるんですけど、ウーバーしない、さすがにしない。多分なんかこの時間にウーバーはいろんな意味でバッドって感じ。チキン食べたいっていうよりなんか雑炊とか食べたいもんね今ね。なんかあったかい体に優しいものを食べたいね。全然なんかクリスマス料理みたいな感じのもの今食べたいって気持ちにならないな。この時間だからなのかな。あ、お茶漬け食べたいね、いいね。でもお米ないんだよね、ご飯切らしちゃってて。で今家になんもない、あのご飯のお供になるであろうお茶漬けと明太子しかない。あ、もう時間だね。ちょっとインスタライブ後でやるね、ちょっとだけ、せっかくやし。1位の方から読みます。塩マヨさん、つたえもんさん、名古屋のかわちゃん、リオさん、マボさん、ゆゆゆゆさん、アデビルさん、マスオさん、ゲンさん、カンナンさん、クマ太郎さん、ウィルソンさん、ゆらおきさん、ありがとうございます。ラッキーちゃん84位の方にする。時間やばいかも、切れたらごめんなさい。トラさんです、おめでとう。じゃあちょっとだけインスタライブします。それからご飯食べるか食べないか考えます。